こんにちは、トランペッターの宇と申します。皆様、やってみましたでしょうか。So what? 前はですね、和音とスケールと混ぜたと。で、今回はそのスケールの、いろんな種類のスケール、マイナーの種類のスケールがあるので、それを当てはめてみようかなと思います。一応この曲に至ってはですね、ドリアンでやるっていうのが、まあ僕の中ではなんかこう、まあコンセプトとしてはよくやるんですけど、まあマイルス・デイビスもドリアンっていうのをまあここで、しっかり使ったっていうことで、まあそことはまた話はまた変えて、まあ練習としてですね、他の種類のマイナーのスケールを3種類紹介します。ハーモニックマイナー。まず、ハーモニックマイナーですね。楽譜は、下に落としておきます。ね、で次はですね、ナチュラルマイナー。次、メロディックマイナー。この3種類も、使おうと思ったら全然使えるんですね。練習として僕は、使います。なんでかというと、まあ、この曲っていうのは、まあ、マイルス・デイビスが、ドリアンでやろうみたいな感じで、作った、曲だと思ってるので、本人も結構割とそのドリアンの音から外れた、音っていうのはあんまり使ってないです。まあ、あのブルーススケールとかっていうのはまた使って、若干使ってたりするんですけれども、ドリアンの中でいろんなバリエーションを使っているっていう話なので、またこれは番外編として、まあ、次あのまた D マイナーの曲が、出てきた時に使えるように練習として、こういうのを使ってもいいかなと。まあ現代のプレイヤーとかは、まあそうあっとじゃあやりましょうかって言ったら、まあ別にこの音も入れてるんで、まあ作者の意図通りにやるのかどうかっていう話なので、いろいろね、同業者の方も見てると思うんで、それちゃうんじゃないかとかっていうのために、まあ今これをちょっと必要以上に言ってるっていう感じなんですけど、それではですね、このハーモニックマイナー、メロディックマイナーを使ってちょっとアドリブを、してみますね。全部ミックスします。前の回、もし分からなかったら前の回をぜひ見てください。それではいきます。いかがでしたでしょうか。こんな感じです。で、まあこれをまず練習してもらいます。いろんな形で練習してもらって、まあ今使ったスケールですね。で、他に僕今違う音入ってたやんって言っていたのはですね、アプローチの音っていうのを使っております。で、アプローチの音っていうのは何なのかっていうと、前回教えた3和音、まあ D の和音ですね。D マイナーセブンスの和音、まあ、トランペットで言うとミーソーシーレ、これが和音として、まあ、ピアノで鳴っているわけですね。でそのミーソーシーレの音に下から半音下から半音上からアプローチしたりしてます。例えばこう、これが鳴ってるので、こんな感じで使ったりとか、まあ、僕が昔習ってたイングリッド・ジェンセンっていう、まあ、素晴らしい
トランペッターが、いるんですけれども、アメリカ時代には上からやってもいいよとか、それを、体の中にはまって、それが気持ちよく聞こえるんだったらやっていいよっていうようなお話もいろいろいただいたと記憶しております。なので、それをたくさんのいろんなバリエーションとかね。どうでしょう。これか使うだけでめっちゃかっこよくないですか。半音下の半音下から。で、また半音上の半音上から。で、また半音下戻って。それを今ミーにアプローチしたんで、次はソ。急にできるわけじゃなくて、ちゃんと書いて、まず書いて、位置情報っていうか、位置をまず確認してから吹いて、で、確認してそれを体でも覚えていくみたいな感じ。じゃあラストいきます。それを全部入れた形ですね。いかがでしたでしょうか。ということですね、発展編ですね、2です、ボリューム2です。なので、ぜひ、もっと、深くで、まだアウトとかっていろんなそういうのもあるんですけれども、僕の、レッスンの個人レッスンの方で、やらせてもらっているので、DM、インスタ、ヤフー下にね、概要欄の方に載っけておきますので、ぜひ、気軽にご連絡いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。